竹ころ命は、古墳時代の豪族。竹きり命、剣士コリ命とも書き、また、天神滝居り命や、滝居り命、剣元とも命とも書く。静止録によれば、天神彦根命の,の14世、系図資料によれば11世の子孫にあたり、中央氏族のサヤグサブレント、伊予里氏作り、高市屋型主の祖とされる。古事記などに見える。 海の国佐香里宮で山と竹る命に歌を褒められ、東国像を賜ったとされるお日き老人は、竹ろ命のこととされる。地方にあっては、日立国風土器に、茨城国像の祖で、神宮皇后の朝廷に仕え、その子供が八人いたとされ、旧時期でも茨城国像の祖で、聖武天皇の時代に初めて、岩木国像に任じられたとある。また、国像本議では、 その子供が、生務天皇の時代にそれぞれに認じられ、また、王神天皇の時代に、別の子供がに認じられている。ただし、剣勝非命をことする系図もありつくば主名、宇佐比、とねいや、しゅとねいのち、かのいびいをだて勝非命の子に置き、これに、塩を見スクネの父、いびつやつひこを子に含める系図がある。ありがとうございます。